この動画はサウンドローの提供でお送りいたします。サウンドローは AI を使って誰でも簡単に作曲できるサービスです。著作権フリーの音楽を自分のニーズに合わせてカスタマイズできます。テーマ、ムード、長さ、テンポ、ジャンルなどを選んでベースの曲から好きなところに強弱をつけたり楽曲を変更することができます。シネマティックモードを使った B ロールシーケンスに合った音楽をサウンドローでぜひ作ってみてください。無料で作曲のお試しもできるので概要欄のリンクからチェックしてみてね。この動画では iPhone 13全4機種で搭載されたシネマティックモードの話をしていきたいと思います。ちょっとバックグラウンドを変えて、外に来てみました。一番最初にご覧いただいたちょっと私がわたわたしている動画は全てシネマティックモードで撮影しました。まずそもそもシネマティックモード何ができるのかと言いますと、動画のポートレートモードみたいな感じで背景をぼかせたりとか前をぼかせたりとか、どこに焦点を当てるかによってその他のところをぼかすみたいな機能です。今撮影しているのはキャノンの EOS R というカメラで、ちょっと撮っておきましょうか。こっち側の様子をちょっと撮っておきますと、こんな感じで撮っていて、ご覧の通りね、結構大きいカメラで、この全部でどれぐらいしますかね、お値段的には全部で30万ぐらいですかね。ということでね、結構重いし大きいしなんですけど、その分もちろん綺麗ですよね。やっぱりレンズってガラスがいっぱいあればあるほど綺麗になるとは限らないけど、どうしても物理的にぼかしているからガラスが何枚も必要だったり、センサーとの位置関係とかいろいろあるから、その分レンズが大きくなってしまったりとか、センサーサイズも大きいものが必要だから、もうカメラボディも大きくなってしまうんですけど、それと同じことをね、物理的に iPhone でやるのは無理なんだけど、iPhone の凄さといえばやっぱりソフトウェアですよね。中身のソフトウェアで、このカメラ部分もちろん大きくなったとはいえ、こっちのカメラに比べればね、ものすごく小さいので、この小さなカメラと中の iOS15 そして A15 バイオニックチップが合わさるとすごいことができるというのがシネマティックモードだと思います。今までもポートレートモードって写真でもできたんですけど、ポートレートモードはもう言ってしまえば1フレームをパシャッと撮った時にどうやってこう深度を撮って、どこがカメラから遠くてどこがカメラから近いのかなとかっていうのを検知して、でそれで画像を生成するっていうのがポートレートモードなんですけど、今回のシネマティックモード、それを1秒間に30回やっているっていうのが本当に本当にすごいところだと思います。人をシネマティックモードで撮る場合、結構いろんなちょっとトリックみたいなのがあって、人が例えば2人いる時に後ろにいる人と前にいる人がこう目線を移動することによってフォーカスを後ろの人に送ったりとかできる機能があったりとか、映画とかドラマとかでよく使われるその演出的なフォーカスの合わせ方があるんですけど、それを勝手にシネマティックモードでやってくれたりします。私は個人的に iPhone を動画で使う場合は、今のところ映画とかドラマを撮る予定はなくて、結構ね、 Vlog をほとんど最近 Vlog 全部 iPhone12 でやってたんですけど、そういう使い方をする場合はあんまりそのなんか目線で
フォーカスを送るみたいな需要は私の中にはあまりなくて、それよりも背景をぼかしたりとかプライバシー的なところもあるのでね、なんかこうあんまりこう周りの関係ない人にフォーカスが当たらないようにするとか、そっちの方が多分ちょっと嬉しい機能だったりするのかなと思います。人の目線でフォーカスを送るのが今のところちょっと精度がなんか 100% じゃない気がして、結構ねなんかすごい振り向いたりしてるんだけど、あんまりあの成功率が何回かに1回しかないから、その辺もねちょっと多分これからソフトウェアアップデートでどんどん良くなっていくんでしょうけど、あのやっぱりデータがたくさん必要だったりするので、このアルゴリズムをどんどん鍛えてより精度をね高くしていくっていうのが今後のプランだとは思うんですけど、この時点で結構失敗することもあるので、映画とかの撮影だったら何回も何テイクもしていいと思うんですけど、 Vlog ってあんまり何テイクもするっていうよりもなんか自然体でこう撮りながら生活しながら撮っていくみたいなところなので、そういうなんかリテイクをしたくないっていうのも正直なところあります。そんなちょっとねあんまり精度が 100% じゃないという難点もあるんですが、素晴らしいことにこのシネマティックモードは後から編集することができるんですよ。あの今までの写真のポートレートモードみたいに撮った後編集で F 値の高さ低さを変えたりとか、今回の場合はねどこにフォーカスを当てるか、どの人とか対象にフォーカスを当てるかをキーフレームで変更することができるので、めっちゃすごいというか、一番最初に話していたこの実際の一眼レフとか物理的にやっているのでは絶対にできない、1フレームごとにポートレートモードを撮ってそのフレームの中に入っている深度情報をずっと持ち続けているので、編集の段階でもう一度それを変えることが可能になっています。これはソフトウェアならではの強みなんじゃないかなと思います。でソフトウェアの弱みとしてはやっぱり物理的にフォーカスを合わせているわけではないので、あのポートレートの写真も同じですけど、やっぱりこの人の輪郭とか、私もちょっとあの産毛癖毛なので髪の毛がホワホワしている部分があるんですけど、そことかねちょっとボワンとしてしまったりとか、顔の向きによってちょっとあんまり強くなかったりするので、やっぱりそれはもう毎フレーム1秒間に30フレーム計算しているので、ちょっとその辺がまだまだこれから良くなっていく部分なのかなと思いました。あとは物とか動物とかも認識してこのオレンジの箱が出てくるので、勝手に認識させてもいいし、タップでここをフォーカスしたいよっていうのを変えてもいいし、それももちろん後で編集することもできます。犬たちはねめちゃめちゃ綺麗にフォーカスが当たっていて、これは結構いい感じだと思いました。風景とかもすごくいいし、前ボケさせるのが高級感が出るっていうと変な表現かもしれないけど、 iPhone じゃないみたいな本当のレンズみたいな感じになるので、ずっとシネマティックモードじゃないかもしれないけど、自然な形で Vlog にたまにインサートするとちょうどいいんじゃないかなと思いました。やっぱりポートレートモードなので、写真のポートレートでも苦手だったことはやっぱりここでもちょっと苦手かなと思って、つけてるものはねやっぱりどうしてもアルゴリズムが混乱してしまっている感じがして、ここに物あんの、それとも透けてんのみたいな感じになっているので、いろいろ実験してみて、あこういう対象物は向いてるなとか、これはちょっと苦手なんだなっていうのが分かってくると、より綺麗な映像を撮れるようになるんじゃないかなと思います。ということでこの動画ではシネマティックモードの紹介をしていきました。私のお気に入りポイントとしてはやっぱりね、後で変更できること、これはもうコンピューテーショナルビデオグラフィーっていうのかな、ならではの機能かなと思います。あとは本当に簡単にやっぱり iPhone で使えるっていうことは、一眼レフを持っていけない場所とかすごい難しいアングルとかも撮れるので、もうなんかいろんなところでいろんなアングルで試して、私が撮るいつもの Vlog にもうちょっとこうバラエティを出せるといいかなと思います。ちょっと残念な点としては、さっきも言ってた精度の問題はあのこれからね多分改善していくと思うんですけど、あともう一つはあの今のところ 1080p の、30フレームしか撮れないということで、シネマティックモードという名前なのに24フレームが撮れないっていうのはちょっと残念だなと思います。フレームレートの話はね今からし始めるとすごい時間かかってしまうんですけど、すごく簡単に言いますと、映画のような映像を撮れますっていう話なのに、映画のフレームレートで撮れないっていうのはちょっと残念です。以前も別の機能で最初は24フレームがなかったけど後から追加されたこともあったので、
シネマティックモードもね、そんな感じで今後のソフトウェアアップデートで入ってくるんじゃないかなと思うんですけど、私の Vlog とかこの動画も全部24フレームでいつもやっていて、私のお気に入りのフレームレートは24フレーム、厳密に言うと 23.976 パーセカンドなんですけど、は24フレームということでね、 Apple さん追加してください、お願いします。ということで、もしこの動画面白いと思っていただけたら、いいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。